はい、下の浜施術をさせていただくお客様です。今回下前歯ですね、4本の施術をさせていただきます。術前ですね、こう大きな隙間がね少し目立つ部分と、あと前の歯もですねちょっとこう傾いてる、少し前に傾いてる状態になってますので、まあ、この部分ですねしっかり4本ですね隙間を塞ぎながら形のバランスを取った、歯並びにしていきたいと思います。下の歯の施術をさせていただきます。少し開いてください。ここはです、下の前歯ですね、4本の施術をさせていただきます。術前はですね、それぞれこう歯の隙間が大きかったんですけども、その部分隙間をなくなるような形ですね、しっかりセラミックの形を作らせていただいて、どうしても歯のサイズがね大きくなりやすいんですけども、しっかり丸みなどをつけてですね、幅が出ないような自然な色、形のセラミックを装着させていただいてます。噛んでください。